文字入力のご説明をします。キーを繰り返しタップして文字入力ができます。入力方法を切り替える手順をご説明します。フルキー入力からフリック入力に切り替えたい場合は、変換ボタンの左にあるアイコンをロングタップします。カスタムアイコンをタップします。テンキー、クワーティーキーボードをタップします。テンキーをタップします。OK をタップします。入力画面に戻ります。手書き入力を利用する方法をご説明します。変換ボタンの左にあるアイコンをロングタップします。T アイコンをタップします。手書き文字入力欄に文字を入力します。手書き文字入力欄左上のアイコンをタップすると、英字入力に切り替えることができます。文字入力中に表示されるキーボードは、自分の入力しやすい位置に移動することができます。変換ボタンの左にあるアイコンをロングタップします。一番右のキーボードアイコンをタップします。キーボードの上部をタッチすると移動できます。